ありがとう。ポップコーンお疲れ、ありがとう。こんばんは、中村舞です。なんかここら辺ピンクだな。ほっぺが、うんうん、ギフトありがとうございます。中村舞です。広島、そう広島帰りましたよ。皆さんこんばんは。キヒロめちゃめちゃ移動が最近は多くて、そう体が体きてますこれは。うんうん、そう今日は東京にいました。毎日配信途切れてないです。私チケットがあるんで多少なりとも休んでも途切れないんですよ。有給みたいな感じです。みんなで言う、めちゃめちゃ枚数がおるわけじゃないんですけど、有給的な。もうすぐね7周年なんでね、ちょっとね、うん、アイドルの世界に有給という概念ないか、どうだろう、分からん。私たちのスケジュールは結構ギリギリまで分からなくて、そう。うーん、ないんかな、分からん。ありがとうございます。神戸行くよ、7周年。もうめっちゃ割とすぐやんね、今週末じゃないですか。本当に早い。4日、わざと教えてもらえないか。え、そんなことはないですよ。私もなんか仮の予定とかは聞くけど、全然変更が結構よくあることなんで、それはもうしょうがないことなので。そうそうそう、なんかこの日はライブってもう決まってたら、発表されてたりしたら変わることはほぼないと思うんですけど、そう中の予定は、その公に出てない予定は結構コロコロと直前まで変わったりするので、しょうがないことなんですよ。まいちゃんのマネージャーさん何人目？私のマネージャーさんは何人かな？何人？え、ST 入ってからですよ。6年間いるんですけど、丸6年いるんですけど、1、2、3、4人目かな？4人目ですかね。
結構変わってる？そうかな、どう？4人目かな、4人のはず。わっ、ありがたわミッキーさんありがたわ築城ありがとうございます。ありがとうございます。何タワーだありがとう。自分より若い人？いや、ないかな。同い年ぐらいだったらいるかな、うん、マネージャーさんは、まあ、結構変わったりもしますね。でも今のマネージャーさんも2年目ぐらいかな。2年目3、分からん、そんぐらいです。東京駅のね、なんか私が何かのなんか東京駅あれさ、なんか一日店長とかした時にマネージャーさんとか一緒にいてて、よくもういつも来てくださってるんですけど、たまに多分見かけることがあって、ファンの皆さんもね。でそしたらマネージャーさんが可愛い、マネージャーさんが可愛いってすごい言われることある。もうなんかそう、マネージャーさんめちゃくちゃ可愛いですね、可愛いですね、可愛いですねそう、女性の方なんですけど、みんながね、そう、現場とかで見かけた時に、ね、みんなよく言うんだよね、なんか、確かに綺麗。物販の人が可愛いとよく聞きますが、物販の人も可愛いですよ本当に本当に可愛いんですから、もうなんてこったな可愛さですよ。小顔で目が大きくって、そうですよ、おしゃれで可愛いんですよ。コンサートとかのね、それもよく言われるわ、可愛かったって言われます。お話し会の受付の人もってさっきからコメントに来る。お話し会の受付の人知らんわ、誰？お話し会の受付の人って。全然知らんかも。お話し会の受付の人？アルバイトの方？いや知らんわけやわ、私知らんもん。多分いっぱい多分いらっしゃるだろうから、どの方かもわかんない。
でもさ、よくあれは見るわ、なんか自分のお話し会並んでる人が私と話す前に待機列で、あのなんか剥がしの人とかと会話してるのとかよく見たりする。なんか話しとるわ、めっちゃ楽しそうになんか会話してる。いますよね、なんか私と話す前にめっちゃ楽しそうに会話してて、なんか見えてるよ。疲れずく取り調べじゃないですよ。話し会、そうですよ。ちょっと今日はイベントのじゃないや、アルバムのイベントが発表されました。お話し会、オンラインも結構5日間日程は残ってて、そう、結構オンライン多めだったんですけど、今までは5日間になりましたね、オンラインが。で、現地もあります。現地は東京、幕張と大阪、インテックス大阪と、あとは広島の中小企業会館。うん、浴衣、そうです、夏は浴衣着ます。8月で、12月はインテックス大阪はクリスマスサイン会、4日間、そうそう、広島が2日間あるかな。先すぎる、いやマジでいつも思うよね、先すぎるやろって思うけどさ、あっという間よね意外と。いつ握手復活するかね。なんか今回復活するかなと思ってたらまだだった。シングルはまだかって、本当にもうアルバムもまだ出てないだろう知らん、まだかしら、知りません。もうアルバムです、次は6月ですか。アルバムとシングルは別だよ。でもさ、みんなこの状態でシングル発表されて、シングルのお話し会が始まったら、みんな結構あれなんじゃない、どっち行こうかなってなるんじゃない。全部行くしか